おまきやま、皆さんこんにちは。みんな知ってますか？知ってます。小松市から来てる方いますか？あ、1人、あ、2人いますね。小牧山は今から4年前の市政60周年の時に登場した、なんと今月4周年を迎える小松市のマスコットキャラクターです。誕生日が5月の17日、もうすぐですね。化粧回しにもあるように小牧山という名前になります。他のゆるキャラよりも歴史は浅く、まだ見たこともないお友達もたくさんいると思いますけれども、見たことある？ぜひ覚えておいてほしいです。今日見た皆さん、お友達はお家に帰ったら大きなお相撲さんの格好をしたゆるキャラが小松市にいるんだよと家族やお友達に話してもらえると嬉しいです。小牧山という名前の由来は、小牧市のシンボルである小牧山から来ています。そのままキャラクターにできるしこ名に注目してお相撲さんのキャラクターになりました。この小牧山は夢に向かって挑戦をする力士です。とっさまき、頭にお城があるのがわかるかな？これお城ね。小牧山に昔小牧山城というお城がありました。それはですね、織田信長が作ったと言われてるんですけれども、その織田信長が相撲を深く愛してたということもあり、きっとですね、その昔小牧山城でも相撲を楽しんだことだと思います。そんな信長の魂も込められて誕生した小牧山です。熱い気持ちを持った心優しい力持ちです。とっさまき、この小牧山は定期的に市内の保育園や幼稚園を回ってたくさんの園児たちと触れ合いを行ってきました。誕生日会ですとか交通安全教室などに参加をしています。また市内のイベントにもですね、春の桜祭りとか夏のバラアジ祭りとか、夏祭り、市民祭りなどへも毎年参加しています。小牧山はお相撲さんなので、毎年7月に名古屋である、大相撲の名古屋場所の方にも巡業をさせてもらってたり、その名古屋場所の直前に隣の犬山市の成田山にある岩の海部屋の朝稽古を訪問してですね、小結の御嶽海関の応援にも行っています。メディア等にも出ていますけど、今年もたくさん出たいと思ってます。これからも、小牧市内のイベント、保育園、幼稚園へ出向きます。小牧市は子ども夢チャレンジナンバーワンを掲げ、より住みやすい街を目指しています。子どもたちが夢を描き挑戦していける、子育てしやすい街、住み続けたい街、小牧を PR して、小牧山と PR していきたいと思います。もし興味がある方は小牧市のホームページ、小牧山のホームページをご覧ください。今日の様子もですね、小牧山の Facebook で更新しますので、ぜひいいねとボタンを押してくれると小牧山も大喜びしますね。小牧山、とっさまき、ここで小牧山の紹介をしていると、あそこにテニテオさんのマスコットキャラクター、テニーさん、テニーさんが来てるので、ちょっと話を聞いてみましょう。こんにちは、どうされましたか？
小町山とお相撲がしたい。ちょっと聞いてきますね。小町山、ペニーがお相撲したいって言ってるけど、どう？どっさまき。小町山もやる気満々なので、じゃあここでお相撲を取りたいと思います。じゃあテニーさん中に、テニーさんが入れるかな。ついてくる僕のとこに応援に来たんだ。指じゃ食べられる？食べられないよ。お、みんな小松山とテニーの相撲が始まるから見たい子はこっちに来てね。じゃあこちらは小松市のマスコットキャラクターの小松山です。拍手。こちらはテニテオさんのマスコットキャラクターのテニーです。では一本勝負でお願いします。見合って見合って、はっきょーい、残った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 、みんな応援して、残った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 、秋山の勝ち。どっさまき。悔しがった。優しい。天理ありがとう。大きな拍手をしてあげて。じゃあ頑張ってくれたテニーにみんな大きな拍手をしてあげて。じゃあテニーも勝てなかったこの小松山とぜひお相撲をしたいと思うお友達、手を挙げてちょうだい。じゃあみんな前に来てもらおう。